スタジオライブにお越しの皆さん、こんにちは。リトルサイエンティストの野村です。今日はクリープパーマ丸分かり、たくさんの皆さんがお越しになっているということで、とても感謝しております。この時たまたま私は北海道で、講習をやっておりまして、皆さんとお会いすることができませんので、このビデオレターでお話したいと思います。百聞は一見にしかずと言いますが、クリープパーマというものを実際この本を読まれて、そして勉強されている方、しかしながら何を言ってるかわからない、何を書いてるかわからないという方は、まずは一度クリープパーマというものを実際自分の目で見て、そして感じていただければいいと思います。今日私はこのビデオの中でクリープパーマのいろんな注意点についてお話したいと思います。理論というものは非常に難しく思い出がちですが、とてもシンプルなものなんです。実は髪の毛の中で起こっていることを頭の中で想像する力は非常に重要です。この理論をしっかりと理解していただくことで、頭の中でいろんなことを想像して、いろんなものを応用できる力を持つ。今日はそういう話をしていきたいと思います。お願いいたします。クリープ機のパーマというのは、実際はクリープといいましてね、髪の毛のズレというものを基準にします。したがってズレ機が一番大変なことですが、実のところ一番大事なのはやはり髪の毛にどうやって還元剤を入れて軟化をするかということになります。実はですね、髪の毛というものは非常に立体的で、髪の毛の奥の方まで還元剤が入って、そして SS 結合が切れるということが重要になる。クリップ球を使ったパーマというのは基本的にはあまり軟化をしなくてもいいとか、軟化が少なくてもいいとか、いろんな言い方がされますけども、非常に重要な点というのは、弱くてもいいから髪の毛の内部までしっかりと軟化をさせることが必要だということです。つまりですね、髪の毛というものは例えばアルカリ剤をつけて髪の毛を、濡らした状態で曲げて、そして、例えば蒸した状態にしたところで髪の毛というのはきれいなウェーブになりません。つまりズレということをしません。したがってズレ器を起こすためには髪の毛の中にきれいに還元剤が入って、そしてその中で髪の毛の中のSS 結合を切ることによって、そして髪の毛が弾性という硬い状態から、髪の毛が柔らかい粘性という状態になって、初めて髪の毛は内部で動くようになる、そういう性質があるんですね。したがって髪の毛の軟化というものは、強い例えば治療を使って短い時間でさっと軟化をすればいいといって、表面だけたとえ軟化したとしても髪の毛の内部が全く動かないので、きれいなウェーブを作ることができないのです。したがって軟化というものは極めて髪の毛の中までしっかりと軟化をさせる。ただその力は弱くてもいい。その弱くてもいいという大きな形は、髪の毛をこういう形で動かす場合ですね、髪の毛っていうのは必ずドットに対して曲げられますと、髪の毛の外側のところが大きく伸ばされます。大きく伸ばされるといってもですね、髪の毛の中ではこの SS 結合というものがある限りにおいては必ず戻ろうとする。その SS 結合を切ることによって髪の毛の表面が柔らかくなるわけですけども、髪の毛の柔らかくなるということと髪の毛にきれいなウェーブをつけることとは違います。軟化過剰になりますと髪の毛の SS 結合の戻ろうとする力、髪の毛がもともと戻ろうとする力がなくなってしまうと、クリープ期というところで髪の毛のズレが起こらなくなってしまいます。したがって髪の毛というものは軟化を戻ろうとする力を残して軟化をする、こういう条件をきちんと作る。つまり弱い軟化でもいいから髪の毛の内部をしっかりと軟化をするということが非常に大事なこととなります。次に、クリープ機のズレ機のところの話をしたいと思います。髪の毛、クリープということをするためにはまず軟化をしましたよね。そして軟化した髪の毛っていうのは次に中間水栓をすることによって髪の毛の中から還元剤、アルカリ剤というのを除くわけです。なぜ除くかといいますと、髪の毛の中に還元剤やアルカリ剤が残ってると髪の毛の軟化がどんどん進んで髪の毛のコルテックスの力がなくなってしまう。つまり下手ってしまうわけです。
髪の毛のコルテックスがへたってしまうと、クリープ期で内部の移動が起こらなくなってしまう。したがってあるところまで来て髪の毛の力があるうちに、還元剤アルカリ剤を抜いて、その状態で次に、粘性というものを、次に弾性というものを残した状態で蒸す状態にする。これがクリープ期の最大のポイントです。この蒸す状態にすることにおいて、髪の毛の CMC がゆるく緩むことによって、髪の毛の内部のこの弾性を持った強度でもって、中がズル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 ずれて均等な形まで動いてきます。ここで髪の毛の中にアルカリ剤や還元剤が残っていると、髪の毛の中のこの強度が極端になくなってしまうために、髪の毛の内部でずれることをやめてしまいます。したがって髪の毛というものは非常にこの強度を保ったまま、髪の毛を柔らかくして動かすという行動をとります。もしその中でアルカリ剤還元剤が残っていればの話をしますと、その蒸している間に髪の毛の中にランチオニン結合、あるいは混合ジスルフィドみたいなものが出来上がり、髪の毛のズレを止めてしまったり、髪の毛の弾力性をなくしてしまってクタッとした髪の毛になる。実はクリープ機を使ったパーマというのは、非常に重要なのはプルンとした非常に弾力のある髪の毛を作ることにありますので、こういうことをしないためには必ず中間水線をきちんとし、そういういらないものを除いた状態で蒸す状態にして、そしてずらすことが大事になります。そしてそのずらしているところで、髪の毛の中に PPT や CMC、 特に高分子のケラチンとか CMC みたいなものを入れることによって、髪の毛がずれ、そしてさらに髪の毛の傷んだところを直すという、そういう工程を加えることによって、髪の毛のクリープ期というものが完了します。そしてさらにマクロのズレではなくて、ミクロのズレについての話もします。このマクロのズレという話からすると、この中で動いた状態のものが髪の毛の中でさらに何が起こっているか、これが先ほどのこのマトリックス、コルテックスのズレになりますけど、このコルテックスは確かに表面的には緩い軟化になってますので、髪の毛のコルテックスの奥の方まではきれいに S 節結合が切れてません。ただし非常に粘性が上がったために、形は変わることができます。ただ形が変わっても髪の毛の内部にまだ歪みが残っている、 S 節結合の歪みが残ってますので、この蒸し器という熟成器に入りますと、SSSH の交換反応が起こることによって、髪の毛の表面に残った SS 結合が切れた SH というものが、還元剤の働きとして髪の毛の内部の SS 結合の、特にかなり形がいびつになった歪みがあるところの SS 結合をパタ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 、ドミノ倒しのように切ってくれることによって、この中の歪みを取ってくれるという熟成工程を中で組むことができます。それによって髪の毛というものが非常にもちもちっとした一つ一つのコルテックスを作ることによって、クリップというのが非常にその髪の毛の、弾力性を上げることができるパーマとすることができる。